皆さんこんにちは宝塚駅の見方を始めます縁あっておよそ100年分の駅や宝塚ウルフそして本校への100年分の客を読む機会を得ましたそこから見えてきたことを元とにお話していきたいと思います今回は男子に響く宝塚駅について男役編結論から先に述べると現在女性ファンが中心の宝塚駅を男子に響かせるには男役の魅力を理解してもらうことが最も大切 そのヒントはマサスカハルイコ作品にありというお話です。前前回の音楽編と前回の男性で男子ファンが多かった時代、男役確立以前の1932年の弾発以前について触れ、男性に響く要素について述べました。弾発以後加速度的に女性ファンが増えていくことになりますが、その流れは現在まで続いています。ですから音楽編と男性は少し遠回りだったかもしれません。 そんな長きにわたる背景の中、近年男子にも関心を呼ぶ、読んだ作品があります。2016年に上演される「ル・ローニー・ケンシン」。2015年に上演された「ル・パン,スンス・ス世王妃の首飾りを追えです。共通するのは少年・青年漫画という点です。過去に遡ると少年・青年系漫画作品としては、宝塚大劇場公演では、宝塚大劇場を開場した1924年に上演された、 当時、朝日新聞で連載していた翔ちゃんの冒険や、1950年代に上演された美術家岡本太郎さんの父で、漫画家岡本一平さんの漫画、刀を抜いてなどがありますが、現在私たちがイメージする少年、青年漫画の宝塚駅での上演は、80周年の年、1994年です。手塚おさ,むさん原作のブラック・ジャック、危険な賭けと、平猿の章、火の鳥です。手塚おさん記念館の開館を記念しての上演でした。 その後は2001年上演、本宮博さん原作、三菱グループの創業者、岩崎八太郎の青春時代を描いた、竹木黄金の国、四魂詳細、岩崎八太郎の青春、2012年上演、村上乙花さん原作、幕末にタイムスリップした天才外科医を描いた人となります。ここに2014年上演、小説原作ですが、漫画作品としても知られる、天下の壁雲と称され、自由を重んじた戦国時代の武将を描いた、 一無案風流記、前田刑事も含むこともできるかもしれません。以前の回でコメディの本数の少なさについても触れましたが、少年漫画原作も少ないです。宝塚駅が男子向けに作られているわけではないことが改めてわかると思います。それは主人公がヒロインとの結婚や恋愛の要素以上に、自分の理想や立身出世、社会のために生きる姿として描かれていることとも関係していると思います。 比較しやすいように少女漫画原作についても触れてみます宝塚駅初の少女漫画原作は池田理代子さんのベルサイユのバラです宝塚駅60周年の年1970年に初演されました岩佐知れた主人公は女性でありながら男性として育てられた軍人で男装の霊人オスカルですこの女性でありながら男性のように立ち振る舞いをする作品としては他に 家の存続のため、女性であることを隠し、男子校に転校してくるユリウスの三角関係を描いたオルフェウスの窓。戦国時代、国を守るため、双子の兄と入れ替わる、男まさに育てられた女性、ユカリコを描いたユカリコを上演しています。オルフェウスの窓は池田涼子さん、ユカリコは木原俊恵さんの漫画が原作です。これらの作品のヤババは、オスカルをずっとしたい、影で支えてきた幼なじみ、 アンドレの大切さに気づき、暴動鎮圧のため出動する前日の夜に初めて結ばれる場面。ユリスが女性であると気づき、恋し、見守り続けた先輩クラウスが学校を去る前、ユリスと口づけを交わす場面。ユカリコは自分の初めての相手で大好きな男、フブに頼み、自分の代わりに兄のユーズとシェアを迎える場面です。宝塚劇の少女漫画原作作品は、ダンスの例人が登場するものは決して多いわけではありませんが、 その他の少女漫画原作作品も少女漫画らしく、主人公は自分の理想や理心出世、社会のために生きる姿よりも愛に苦しむ姿、愛のために生きる姿がより強く描かれています。けれども近年はその傾向に変化も起きています。後派と言われる少女漫画作家、青池康子さん作品が宝塚大劇中で上演されています。2007年上演のエルアルコン高です。 スペイン人の血を引くイギリス人の海軍士官でスペインの無敵艦隊を指揮することを夢みて暗躍するという複雑な背景を持つ主人公ジディアンの物語に宝塚駅版では女海賊とのロマンスをきちんと描きました主人公が自分の理想や立身修正のために生きる理由として幼き頃実は自分の心の支えを作ってくれていたのが子供時代の女海賊だったというエピソードが加えられ愛のために生きる姿とのバランスが取られました 少女漫画原作でありながら男子向け的でもあり女子向けでもある作りと言えると思いますさてここまでのお話では男雄についてではなく男性主人公の嫌がり方を話しているように聞こえるかもしれませんがそうではないことは後に感じてもらうようにしたいと思いますその前にここまでお話していることをなしくずになるようなことを述べますエリザベート 1789などで知られる演出家、小池修一郎さんが、男役について語ったことを予約してみます。男役が見せたいのは、演じる役柄の行動様式を使って、自分の理想とする芸名、イコール男役を見せること。それは一般に俳優が演じる、役柄に自分を溶け込ませるのとは逆の行動といったことを話しています。ということは、小説原作であろうが、マウエ作であろうが、原作のないおじさんであろうが、関係なく、主人公を演じる男役は、 自分が目指す男役像というものにに何でも当ててはめてしままううということいこここなりす。が男役の最大の魅力であり美犬男子に恐らくとっつきにくい世界だと思います小池さんも新人時代は芝居の中で主人公の男役は役柄ではなく芸名としての男役として演じる行為を受け入れられず否定するような演出を行ったそうです小池作品ではある時期まで主人公をコスプレ的とも言っていいほどの 格の存在を演じさせることが多い演はここにありますとにかく自身の芸名である男役を演じるそんな男役の特徴が一番現れるのが対談公演です主演者がそれまで築き上げてきた男役像の集大成の舞台として物語が描かれます過去のトップスターの対談公演を続けて見ていくことは演技者を離れ男役そのものが浮かび上がってくるのではと思います 花組の元トップスター、ランジュ・トムさんの大談公演は、ラサ・タイクーン、ハリウッドの帝王、不滅の愛。グレート・ギャスミなどに知られる、アメリカの小説家、スコット・フィッツジェラルドさんの小説が原作です。主人公は女優にした元恋人を交通事故で亡くした天才映画プロデューサー。恋人を継ごさらに映画制作にのめり込んでいくことに。やがてスタッフとの圧力る興み、孤立化します。そんなある日、 元恋人とそっくりの女性と出会い改めて生きる喜びを感じ始めていきますけれども彼女には長らく一緒に暮らした筋の悪い男がいましたスキンの元トップスターキリエ・ヘノブさんの対談講演はエドワード8世王冠をかけた恋実在の人物が主人公です主人公のイギリス皇太子はその身分にではなく一人の男として自分を愛してくれる女性を探しています ある日、皇太子で亡くなったとき、自分に何が許されるのかを知りたいと考え、友人のアメリカ人の人妻に愛人のふりをさせてもらうよう依頼。けれども、やがて二人の心は本気に。皇太子から国王となるとき、彼女の離婚準備が整うも、二人の結婚には、彼女の夫の前歴から反対の声が上がるのでした。ゆきみの元トップスター、宋和夫さんの対談公演は、一門風流記前田慶次、龍敬一郎さんの小説が原作です。 戦国時代天下の歌舞伎者と称された実在した武将が主人公自由を重んじ何にも縛られずできる主人公はその評判から関白豊臣秀吉の宴に招かれることに歌舞伎者として従うつもりが当然ありませんけれども心を寄せ合っていたものの大名家に嫁がされた幼なじみの女性から頭を下げられます秀吉に逆らえば彼女に被害がそこで主人公は命を懸けて秀吉の前で被いて見せます 星組の元トップスター、柚レオンさんの対談公演は黒氷のごとく。オリジナル脚本です。黒氷と称された軍人の父親を持ち、優秀なスペインの海軍大佐が主人公。3年ぶりに元恋人と再会。未亡人となっていた彼女との愛が蘇ります。けれども、彼女に好意を持つ貴族の男が彼女に迫り、主人公の軍人としての地位が脅かされることになります。 空組のオート,トップスター大木要さんの対談公演は白夜の誓い、グスタフ三世、誇り高き王の戦い。実際の人物が主人公です。主人公のスウェーデン国王はデンマーク王女と政略結婚しますが、かつての属国へ突つぐことになった王女は心を開きません。けれども、主人公の国を思い、奮闘する姿を見、やがて心を開いていきます。二人の仲は近づくも、フランス革命が勃発。 主人公は青春時代を過ごしたパリで暮らすかつての恋人の身を案じ妻にいるをへ国に招くのでしたこうしてみると音楽らした、音楽が描き出す世界観が少しは伝わったのではと思いますその多くは自分の理想を持ちつつも愛のためなら身を滅ぼしてもいいどれもかっこいい遺たちだと思いますさらに深く伝えたいと思います 今紹介した元トップスターの対談講演は原作者や実際の人物がほとんどです。小池さんの音楽論に基づくと原作のみの関係ないことになりますが、当て書きのオリジナル作品であれば少しでも生身の音楽を感じられるのではと思います。オリジナル脚本を中心に手がける演出家に正塚春彦さんがいます。多くの対談講演を手掛けています。最後に正塚作品の対談講演を見ていきましょう。 星組の元トップスター、小月ス,スさんの対談公演、愛するには短すぎるの主人公は、個人育ちから財閥の養子になった青年。主人公は婚約を果たし、社長となるべく、留学先のロンドンからニューヨークへ帰る船の上に。戦場で個人にいた頃、結婚を誓い合った女性と再会。主人公は養子となったことで得た、何もかもが約束された安定した未来と、何もなかったけれども、夢はあった自分との間で揺れ動きます。 組の元トップスター、大和優雅さんの対談公演、バラに降る雨の主人公は、元軍人で現在は調査会社で働く男。7年前、スポーツカーを作るという夢を持っていた主人公は、テスト走行を行っていた秘書地で、白色令状と出会い、恋に落ちます。でも、令状期から反対され、別れることに。そんな二人が7年ぶりに再会。でも、その時、主人公には彼女がおり、白色令状は家の都合で不本意な結婚を迫られていました。 調査の仕事を通じて、令状の結婚の必要がなくなったことを明らかにする主人公。7年前に諦めた自分の夢に改めて向かう決意をします。月組の元トップスター、砂潤さんの対談公演、ラストプレイ、祈りのように、の主人公は、個人で育ちながらピアニストとして英才教育を受けた男。けれども、大事なコンテストで大失敗。ショックからピアノへの思いは心の奥に封印され、個人も出ていくことに。 新たな仕事を見つけるも闇の影業だったことから誤って打たれ、記憶喪失に。けれどもその時、再びピアノが弾けるようになるのでした。その姿を見て、ピアノを弾きつけてほしいと、個人を出て知り合った親友は励まします。引き組みの元トップスター、水野出んの対談公演、ロジャーの主人公は、両親と妹を一人の男に殺された過去を持つインターポールの刑事。復讐を誓い、犯人を探していく過程で、 ナチスの先輩追つを行う組織の調査員の女と行動を共にすることに彼女は家族がナチスの収容所にいられていた過去を持っていました過去は取り戻せないと現実と向き合った主人公に彼女は寄り添います今紹介した主人公たちの多くは自分の理想や立身出世のため社会のために生きるそして愛に苦しむ姿愛のために生きる姿ではなく 生きることののの意味そのものを探し求めていますですから男役とはいえどこかかっこよくない男たちばかりだと思いますでも生きることの意味を探し求める姿が愛へ通じることもあるという描かれ方がされておりそれがかっこいいとなっています男子にはそんな男役像が自然に身近に感じられませんかマサス塚さんは今回冒頭に触れた手塚治虫さん原作「ブラック・ジャック」 モーリス・ルブランさん原作のルパンを手がけています。これらも原作はあるものの、主人公を通して生きることの意味を描いています。ではまとめます。男子は少年青年漫画原作をきっかけに宝塚駅に触れたなら、歴史上の人物を描いた作品などを経て、摩擦化作品に触れれば、王族役の魅力に目覚めることができるのではと思います。今回のお話は以上です。 ではまた次回。